はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート33くらい、やっていきたいと思います。とりあえずですね、鋼のインゴットを少し量産したので、ここからですね、モンスターが去ってった。まず作り出すものとしては、このね、ウォーハンマーも必要なんで、まずこれから作りますか。ウォーハンマー作って、あとレベルもね、なんか2くらい上がったかな。グレードアップ、カチコチ金属もお手軽に破壊と。新しいハンマーを作った。前より硬いものを壊せそうだと。で、あと作れるのが鋼の剣。てかさ、鋼の剣よりドラゴンキラーの方が弱いってさ、どういうこと？とですね、鋼の鎧も作れるようになったので、これも作っていきましょう。さて、さらに指導がバトルアックスですね。これ作れるようになったんで、だいぶ上がるな。これも装備させよう。で、自分の装備、そうか、変わっちゃうのか。まあいっか。ちょっとここは屈強な戦士の格好でいこう。よし、バートラックス。畑が欲しいぞって。よし、じゃあこっから調達に行きますか。いろいろ材料を。ここは壊しちゃっていいよね。とりあえず壊そう。あ、まあそれなりに早いな。やっぱり3発で壊せる。これドンでいけるかな。ドン、いいね。あ、ドンでいければ超早いわ。で、一回おびき寄せたら、こっち、ここにおびき寄せればもう勝ち。勝ち確。さあ、みんな集まれ。あっちのさ、おー、玉座の方に行かれちゃうと針がないからね。これマジでやばいよね。レベル上げがさ、すっげえはかどるんだけど。今までって1レベル上げるのってそれなりに苦労してたじゃないですか。それがさ、ここで見てればいいだけだからね。あれ、あいつなんだ、薬草持ってんのか、体の中に。そういうことね。あとね、拠点の中にいればね、多分敵は出ないです。ただ、あれ、これやっぱちげえものがあるんだけど。あれ、回収したやつどこ。ああ、あった、これか。では作っていきますか。ここら辺、え、え、どこ。ちょっと待って待って待って、ほんと邪魔だな。なんだかんだで敵強えかんな。あいつが来る。ちょっと待って、どっか、これを作ったことによりさ、また中に侵入されてんだけど。一段敵に余裕を与えちゃうとダメだ。え、ちょっと待って、設計図、ん、ここ扉になるの。今ここにいるから、ここ扉になるんだ。で、これ壊れてるから破壊しろと。そういうことね。で、いらないもの全部破壊してる。このブロックって城壁なのか城壁じゃないのかよくわかんないんだけど。で、ピコンピコンと戦闘中に置いても物を作る。それがビルダーとしての鏡。扉だな。ちょっと木材調達してこよう。本当に大丈夫なのかって。あ、それは不安になるよね。2つ作ろう。あれ、どっかから侵入されてた今。
ああ、なんかどっか多分1個あるんだな、侵入ポイントが。で、あとはここに置いていけば OK。 よし、なんかここら辺ちょっと若干壊れてるけど、まあいいや。拠点が広がりましたね。この扉何なの、いらない気がするんだけど、壊そう。ここら辺のやつも一旦刺しちゃおう。ここもいらない。待て、いやー、これ一回壊すでしょ。お、耕してる。ちょっとあそこ土置くか。じゃあ耕してくれるんだったら、土置きますんでお願いします。土、あ、しまっちゃダメだ。置こう、頼むぞタゴサク、お前の農民としてのその力見せてくれ。回収したのはジャガイモの種2つ。これを破壊してしまったかね。回収したっていうよりは植えられる。あ、植えられる。さすがだなタゴサク、お前が来てくれて本当助かったわ。なんで置けないのここ。え、俺ここの空間に置きてんだけど。え、置けない、なんで。一応ここ畑になってんね下。あ、あいつが耕したからか。あ、種があるわけじゃないんでって言って、もこの種があるんだよね、薬、薬草の元になるからな。ちょっとタコ作にやってもらう。ここなんで置けないの。あ、これがあったかな。あ、こういうこと。あ、でここもなんかあれだな、一段下になってんな。大丈夫かこれで。よし、整地は完了した。あ、タコ作も畑の耕す時間終わっちゃった。頼む、やってくれ。やってくんねえや。よし、これでここが OK だ。じゃがいも畑の周りを部屋にした。これでまた陣地を広げられたぞと。この調子でいけば戦いを続けていくための兵力も蓄えていけるかもしれない。ハーゴン軍と戦っていく君に話しておきたいことがある。以前からこの城で不審な空気を感じている。おそらく我々の中にスパイがいる。いやいや、スパイの話かい。僕もジローム様に言われて気になっていた。君に何か心当たりでも。ようやく陣地が拡大してきたところ、今する話ではないのかもしれない。これだけは言っておく。戦場では簡単に人を信じるな。言葉ではなく行動によってのみ人を信じろ。君は人が良さそうだ。この城では特に人は疑ってかかれ。私のことも時には友人のこともな。で、次はこいつか。ジャガイモ畑の部屋もでき、わしらの陣地も少しだけ広がった。ビルダーよ、なかなかの働きじゃ。しかしそれなのに敵と戦うための作戦会議室がない。ロトの大テーブル、その上に地図を載せる。人の駒を2つ。作戦会議室、ジャガイモ畑の近く。なんでさ、畑の近くに作戦会議室なんて作るか。まあいいや、ちょうどここがあれだからな。ではここを壁にして、でここを有効活用するか。大きさ的にはこのくらい。ってかさ、そのロトのテーブルがどれくらいの大きさなのかだよね。ここ相変わらずごっちゃごっちゃしてんな、玉座。一番ごちゃごちゃしてるよね。ロトの大テーブル、どれだ、これか。木材で作れるんだ、一応。あとなんか人の駒みたいな、あと地図か、地図サイトとか。で、人の駒2つ。OK。
て、うん、今誰かさ働いたら負けって言ってなかった？こんな寒いところで会議すんの？大きさ的にはじゃ、え、置けない、なんで、え、なんで置けなかった今。え、大きさ的にダメ？あ、ここなら置けたな。謎だな。あ、これが置いてあるからか。ちょっと待って、じゃあやっぱり俺ここに置きたい。で、雪すげえあれだね、積もってくると見づらくなる。で、部屋的にはもうこの大きさでいいや。じゃあここ作戦会議室にします。豪華さが上がった一応豪華なんだ。狭っ狭いけどしょうがないよね。これ真ん中に置くじゃん。うわっ、でかっじゃあここで逆側に置くか。じゃあここ小さい作戦会議室今はしょうがない、小さい作戦会議室で。ちょっとさ、これさ、上に登るところがいかれてるよな。しかも下に逃げてったし、何の意味があるのか。確かに雰囲気中でみんながふむふむうんうんできるのじゃん。戦争で一番怖いものは何だと思う？裏切り。仲間が仲間を疑い誰も信じられなくなる。スパイを心配しているハーゴン軍ならやりかねん。人に苦しみと絶望を与えて笑う、まさに悪魔。口が滑った、わしは敬虔なハーゴン教団の信徒。ハーゴン様、今のは嘘ですぞ。で、次こいつか俺見下してんな完全に。私のこと覚えてますか？覚えてるよ。君のことはマジで覚えてる。冒険の中目、仲間になったわけでもない。地味な女の子と。そんなことはないよ、ゼセルちゃん。名前覚えづらいけど。鉄を素材に武器を作って兵士のみんなに配ってもらえませんか？あ、いいよ、全然いいよ。壊れた鎧をさらに壊すと手に入る鉄？鋼じゃないの？いや、鋼の剣装備させたいんだけど、どっちかって言ったら。え、鉄ってだってさ、これでしょ？だったら鋼の剣でよくないか？まあいいや、そういうミッションなんだからしょうがない。鉄の剣を装備させてあげよう。他の人も鋼の剣あげようか、じゃあ。どこだ？どの人？え、あ、印がついてる人か、これか。はい、何それ、した銅の剣だよね多分。あ、そうだね、やっぱり。じゃあ君にも鉄の剣をあげて、武器を配ろうになってるよ。鉄じゃなくてよくないか？じゃあ鋼の剣でいいっしょ。ちょっと1本鋼の剣作ります。これで鋼の剣で良いっていう話になったら、鉄の剣2本無駄にしたな。まあ、別に鉄は大したあれじゃないからね。で、アネッサちゃんか。ゲー大丈夫だった、騙された武器を作って皆さんに配った。強い武器をひらめいたらすぐに作って戦える方全員に装備させてくださいと。もう一つ理由がある。リックさん、アネッサさんの武器がいつの間にか弱い武器にすり替わっていた。噂のスパイの仕業かもしれない。これから注意して様子を見る。で、次アネッサちゃん、また拡大か。一気に広範囲を陣地にしたい。たくさんの城の壁がいる。辺りの城壁を壊してしまうと、これからの城の再建に影響が出る。大理石を素材に城の壁を一から作ってもらいたい。船着き場に向かう岩場に行って、城の壁の素材となる大理石30個。あ、なるほど、ハンマーが変わったから大理石を砕けるってことね。ていうかさ、大理石なんてあったんだ。
でもこれ逆側だったら敵もあんまり攻めてこないんじゃない？どっから来たっけ？なんか分かんなくなっちゃった。こっちの方から来たよね。どれが大理石？そもそも、あ、印があるけど、え、見つかった。こっちに敵がいる。背後まで敵の手が回っていた。よし、任せなさい。表面に独特の模様がある。あいつ鉄の剣だからな。しまったな。これ大理石。いやーもう分かんねえから、とりあえずドーンでいっぱい集めよう。はい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 、すげえ簡単に集まった。これ全部大理石？ちげえ。じゃあこっちドン。あ、待った、何個集まったかは分かんないけど、少し多めに持っとこう。ドン。なくね。結構貴重だな大理石。いろんな岩が混じってそう。ここ一応80個たまったな。よし、こディア死んだ。お、まだ生きてんじゃん。結構強えな。さて帰りますか、城へ。ま、倍あれば大丈夫でしょう。倍以上あれば。大理石を集めてきた。陣地を広げられる。城の背後まで包囲されている。トロル軍。トロル軍って極超じゃないの？だって出世したのかな。教団に勝つと決めたなら君を覚悟しておいた方がいい。でここからさらに広げるって話でしょ。白壁を作って部屋を作ってもらいたい。設計図を書いてくださいと。いや結構でかいね。確かにでかい。これはしかもさ、城壁の中になればさ、トゲトゲいらなくなるじゃん。また外に設置しなきゃいけないのか。木の扉はすぐ作れるからね。し、城の塔って、でどここれ、もうできてんのか。まあ、壁だね。要はもう本当にメインとなるのは。一気に陣地を拡大できそうだ。新しい武器があれば狩猟の騎士にも太刀打ちできる。いやリック、すまん。お前の武器はちょっとしょぼいんだ実は。あちこちにあるひび割れた城の壁は壁とした機能しない。 OK。 ちょっと鋼の剣あげるよ。まあ、銅の剣よりはマシだけどね。銅の剣よりはマシだけど、やはり狩猟の騎士は強いからね。鋼の剣を作ってあげましょう。よし、これを一応3本作っとこう。戦える人、あの衛兵みたいな人も戦ってくれる。これしまって、ちょっと大金槌もいらないし、これもいらない、これもいらない。で鋼の剣3丁。よし、こいつは、ああ、兵士 B、 一応装備させることはできるな。誰と誰だっけ、2人あげたよね。アネッサが鋼の剣装備してんだっけ。もう1本作ろう。じゃん、でも今のところ兵士って、でもさ、外に出ないよね。あ、ジローム鋼の剣で、これ鉄の剣。そうだね。ゼッセルは、お前銅の剣だったのか。お前もやるよ。基本みんな銅の剣だね。ちょっと降りてきてくんない。あれ、いけない。
いや、あいつどっから行ったんだ。みんな高いところが好きだな、本当に。よし、降りてきた。よし、ここで鋼の剣。兵士が多分1人銅の剣だな。これ回収しよう。よし、じゃがいもの結構、あれ、トイレ。トイレね、この中に、中っていうか、ここにあったんだよね、さっき。これ。まあ、一回ここが、拠点になれば全く問題ないから、ちょっとずっと罠外さないといけなくない？今、どこにいる？いや、全然外だな。ここら辺？あ、ここら辺の外壁か。ちょっと待って、大理石からまず作らないと。いや、来た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 。敵の進行はかなり激しいからね。作れるだけ大理石から白壁を作ろう。大理石って、まあ、すぐ取ってくれっからいいや。はい、400個作りすぎたかな。まあいいや。さあ来なさい。あれ、敵が変わっているっていうかさ、侵入されてんだけど、どういうこと？しかもリビングデッド全然食らってないんだけど。あ、骨の方があれか。どっちが何装備してるか分かんない。こいつ鋼の剣装備してんな。こいつ銅の剣だな。まあ、つくのめんどくさいから鉄の剣を1個あげるか。ちょっとお前これで我慢してくれ、すまん。あれ、鋼の剣、ちょっと待って。あ、これか。こいつ鉄になった。あ、いや、何装備してるかが分からん。去ってった。よし、今のうちに作ろう。最強の外壁だ。ここら辺か。あ、ここら辺だね。いや、もうちょっと外壁作るよ。これひび割れてくけどさ、あ、大丈夫か。あれ、宝箱ある。これって植えられるの？命の木の実。そういや、なんかそういう関係全然使ってねえな。あ、強え。指導マジ強くなってる。ちょっとここは俺も戦闘に参加する。うっとうしいから。で、宝箱破壊しとこう。分かんなくなる。あれ、どこだ？ここもか。雪になってるところがちょっと分かりづらいんだよね。あとこのさ、微妙に壊れかけてるってやつ、完全に石材だな。機能してないってことか。え、なんで毒ってんのあいつら。はい、多分リビングデッドか。え、ちょっと待って、あれ、向こうの1マス分がまだなってないな。どこだ、ここ。あ、ここまでか。怒っちゃった、これ。やべえやべえやべえ、怒っちゃったらさ、帰ってこれねえんだけど。欠点だな落ちたら戻ってこれない死あるのみだやべえやべえやべえ。よし、でこっち OK からの、またあそこは一マス空いてんな。どれだ、え、どこだ、わかんねえ。ちょっと外から見よう。あ、これが壊れてるやつだ。よし、 OK。 で、外壁はどこから作ればいい、なんかもうわかんねえんだけど。これか。あ、ここか。で、こうね。で、これ多分雪もダメでしょ。え、これ雪わかんねえ。一回壊そう。じゃあここが意味ないわ。この列2列ある意味はないかね。で、ここには扉が来る。扉は木なんだよね。ここずれてるし。あ、強い、みんな強くなってるわ。
らじゃあ最後に置こう。こんなもんか。で、来い。敵まだいる？去ってった。あーあー、なんか、やべえ、なんかすっ、なにこれ、え、なんだ、隠し部屋に来たんだけど。え、なにこれ、イカズチの石、なんかすげえやべえの手に入れたんだけど。作る、何作れんの、デインバリア、なにすげえやべえとこ来ちゃったんだけど。これ、金のインゴット、あ、金のインゴットだね。伝説の隠し部屋に来てしまったってか。帰れないんですけど。どうやって帰ってきた、あ、入ってきてんじゃねえか、どっから入ってきた、ちょっと。え、本当にどっから入ってきた俺。わけわかんねえで来たかな。ここか、ちょ、超邪魔なんだけど。でもあれ使うのちょっともったいないからな。雪でなんとかしよう。ここらへん、ちょ、わかんねえ。いや、ごめん、わけわかんなくなっちゃった。しかもさ、モンスター来るし。これで出れる、あ、出れた。いやー、まさかこんなのがあるとは。一応覚えとこう、どうせ後で行くことになりそうです。いいんで。これさ、中に閉じ込められちゃった人いる？すげえ、猛攻が激しすぎる。ってこうか。あれ、一段低い、ここ。あれ、なんかすげえ段が低いっぽいな。毒になってんじゃん、名前忘れた、リック。これぶっ壊れてるよね。あとなんだっけ、え、なんか違うんだけど。あ、ここ扉が来るからか。なんか魔法小石みたいなやつが必要だったよね。あれ、でも扉って、あれなんだ、わかんない。強い、敵ガチで強いんだけど。任せるって言ってもさ、兵士とかついてきてくんないのかな。兵士 A、 兵士 B、 あいつらいるだけでももう鋼の剣装備してるから全然違うし。レベル上がった。お腹が減っている。ただ、さっき見たら24。割とひらめくね、最近装備をね、どんどんひらめいてるんで。鋼の盾やった。鋼シリーズか。ここはまずは装備を整えてくれってことなんだな。ベイクドポテトなくなる。ちょっと待って、ここが分かんない。あ、こっち側に来るってことか。え、待って、一回破壊する。で、ここ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 に扉が来るんだ。はいはいはい。で、次はここの列になるんだね。ここ、あ、 OKOKOK。 ちょい、本当にほら、いや、指導すげえガチで強えわこいつ。
武器はね一気に攻撃力上がるからね。あ、ステンドグラスみたいなのもある。なんかどんどんレベル上がっていくな。で、ここ。これもちょっと一回破壊できるものを破壊しておこう。で、あとはこっちか。ここがまた扉になるんだな。で、ここら辺は大丈夫そう。本当に大丈夫じゃなくね。今俺どこ、あ、ここにいるんか。あ、これで一応外壁はできた。あと1個どれ、あ、なんか、え、どこどこどこ、端っこが、端っこができてない。え、どこだった、あ、あそこ、ちょっと外から行かないとダメっぽいな。護衛の皆さんお願いします。よし、これで壁はできた。じゃあ俺の回転切りを見せてやる。もう一回せいやー。ただ敵の中に突っ込んでるからヒットポイントがすげえ減る。いや、やっぱ指導の攻撃だな、こいつガチで強え。ここら辺がなんかどうなってんだいまいち分かんないんだけど。じゃあ扉を作りましょう。扉を作る前にいらないものをちょっと、これいらない、インゴット系も持ってる意味はないからね。一回ちょっと分かんなくないから一回全部整理する。でここ整理して、これいる。で大理石、あれ城の塔ってなんか、あ、そっか、城の塔はもうあるのか。ってことはあと扉だけだな。よし、オッケー。あ、ちょっとインゴット生産しとこう。ここでめっちゃ必要になりそうだからな。やっぱ必要なのはまずこっち鉄、まあ、10個くらい50個作っとこう。でこっち、ここも釜を作ってあるんで、ここはねインゴットから1個作れるわけじゃないのか、2個で1つ作れるのか。じゃあ10個でいいや。で扉さえ封鎖しちゃえばあとは拠点が出来上がるんで、拠点の中はちょっとできてから考えよう。あともう1つ、ここ OK。で罠全部解除しなきゃね。いや、これは広いぞ。ここに罠がある必要ない。ちょっと一回寝よう、夜だから。今寝てる場合じゃない。寝てる場合なんだけどな。一気に陣地が広がった。城の壁で囲われたところは全て陣地。よし、そうしよう。これでムングルク城の陣地はほとんど取り戻せた。東の城門ができれば再建は完了。この気配、敵か。ちょっと一回ハート集めよう。まだまだハート121、いや結構だな。あ、どうなってる。あ、トイレ。待って、この罠一回壊したいな。じゃあじゃあ城壁のことはもうあんまり進軍しないってことかな。雪がね意外に邪魔なんだよね。あ、敵だね。やっぱ敵の気配だ。戦闘要員、こいつ持ってる持ってる持ってる。王様戦わない、持ってる持ってる持ってる。荒くれ戦わないのか。まあ荒くれはね、戦う荒くれと戦わない荒くれがいるからね。え、じゃあさ、これちょっと前とこうよ、外に。
なんかここら辺めっちゃ来るよね。てかめっちゃ作ろう。あれ、なんだ、良い薬の葉。あれこれそうなの。あ、条約草45。あ、これ薬の葉だ。ここに1個落ちるんだよね。庭なのかな。ちょっと罠めっちゃ敷き詰めよう。10個でしょ、鉄のインゴットで作れるから、また30個倍にしよう。よし、60個。一回寝よう。戦闘はまた明日。で、準備は万端にしていく。こいつら一日中ずっとここで体操してたのか。まあいいや。いや、でも最終的にはさ、もっとこっちの方まで広げそうだよね。まあいいか、こういうの邪魔だからな。一回破壊しよう。全てを破壊する。平地にする。わけが分からんから。で、城壁はもう気にしなくて大丈夫だね。作れるんで、自動で生産できるんで、自動っていうか自分で生産できるんで、だったらこの城壁周りに2マスずつ置いていく。2マスずつ置いてもちょうど30マスだからね。まあ、壁に引き寄せるとして、まあ、こんなもんでいいか。で、ここら辺はちょっと一応めっちゃモンスターが来そうだから、まきびしを置いといて、一応こっちの方にも来たらダメージは当たるよと。このラインでいいでしょう。じゃあとまたちょっとここら辺を中心にまきびし地帯を作っておくと。こうなると今モンスターはもう侵入してこないか。楽だな。この時にまきびし巻いておくのが一番楽だぞ。じゃあここら辺に2つ、これでいいっしょ。よし、じゃあ行こう。指導戦闘だ。なんだ、トイレに行ったのかと思った。これ回収する。鉄は一晩寝たから、そうか、だいぶ回収できるね。あ、そうか、これ作り終わらないとダメか。鋼23個か。もう10個くらい作っとこう。では行きましょうぞ。トゲ罠が役立つ。陣地の東側に敷いておくと効果的。え、強い。まあいいや、行こう。まだまだ暴れ足りない。とっとと魔物をぶっ飛ばす。陣地の外で敵を迎え撃とうって。いや、そっから中に入るのがいいと思うんだけど。どこ？あ、こっから行くってこと？ちょ、待って。ここ、ここ。ここで戦おう、せめて。首狩り族か。あ、あいつ、やっぱり。え、首狩り族、これ超えてきてたね。ジャンプ力高いんだ。なるほど。さあ来い。いや、ちょっと待って、ここ一回全員待機。ここで、え、なんで俺がさ壁になってんの。いけ、首狩り族やんな。いて、強え、ガチで強え。やばいやばい。あと、いる？侵入されてる？あ、来た。ピヨーンって言ってる。そういうことか。やはりし、こいつら、ジャンプ力高いんだな。ジャンプ力も高いし、攻撃力も高いんだけど、防御が下がってるからか。割と厄介だね。でももう、あと倒してもらおう。勝手にやってくれるわ。ちょっとトイレの位置をさ変えよう。まあまあまあ、罠は役立ったね。
ハーゴン軍の連中を倒した。城壁を飛び越えてきた魔物がいる。首狩り族、高いジャンプ力を持つ魔物。やつらには城壁が通用しない。何か手を打たなければ。え、どんなに高くしてもダメ？首狩り族をどのように撃退したらいいか。何か対策を施したい。魔法力を使った罠を取り付ける。魔法は使える作業台。あ、さっき見つけちゃったよ。板張りになった地面がある。雪を払いのければ場所がわかる。いや、もうわかんなくなっちゃった。取ってきてくれってこと。どこだったっけ。あ、ここか。で、これを回収してくればいいのね。はいはいはい。で、ちょっと待って、いろいろ壊しちゃったからわけわかんなくなってる。ワープで帰ろう。だ、めんどくせえわ。わかんねえ。でどこにいる王様。あ、いた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 。指導となんか話して、うん、愛分かったって言ってる。何を話してたんだ。鉄大量に作っとこう。もういちいち補充する必要もないくらい。あれ、王様の命令。分かった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 。あ、こいつか。魔法の作業台を取ってきた。魔法を使ったさまざまなものが作れる。魔力を帯びた強力な武器や防具。魔法の鎧とか。デインバリアを作ってほしい。魔力の推奨。そうだね。お、来た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 。印象に残らない。いや、そんなことないって。デインバリア作りに魔力の推奨が必要。北側を抜けたあたりにたくさんある。敵の方位が手薄な場所。よし、育ってない。育ちが遅いな。じゃがいもの。これさ、なんか扉作らないと抜けらんねえわ。よし、オッケー。さささっと行こう。さささっと。敵が来た。ここは包囲が緩いんじゃなかったか。予想外に敵の進行が進んでいる。いっぱいいる。え、俺も？はい。これさ、ここでまきびし巻いたらどうなる？強い。あ、バリア。後ろからやればなんてことはない。鉄めっちゃくれてる。ハーゴンの騎士か、あいつら。魔力推奨、紫のやつね。え、なんか前に大ガラスみたいなやつがある。
見えない。大ガラスだよねこれ。ゲット20個か。一応倒してみよう。ここほい。いや割と必要だね。あそこ宝箱見える。ちょっと行こう。なんか隠れ宝箱とか全然なんか取れてない気がするな。そう思うと。あ種、何種これ。小麦か。これ何、女神像みたいなやつがある。怖そう。だってバチ当たりだ。魔法水晶ってでもさ限りある。あんまり数がない気がする。大ガラスは超弱えわ。あと1。あこれか。例によって少し余分に持っていきましょう。目に見える範囲くらいのものはちょっと取っておくか。でまたあれがあるね、ビルダーパズル的なやつ。ちょっとこれマジでやってる時間がないんで、攻略サイト見ながら最終的にはパッパッパッとやって。え、こいつ何ガラス持ってんじゃん。よし、こんなものかね。じゃあ OK、 帰ろう。導きの弾がないな全然。よし、鋼ゲットで、これも20個くらい作ろう。はい、魔力水晶。実は君がここに来た時から思っていた。君は随分危うげな戦いをする。破壊の力が恐ろしく強い。これでデインバリアを作れる。魔力の水晶、イカ土の石、円の、違う、石の円柱。目印6箇所。はーい。てかまずこれだな。ここでいいや。石の円柱作れない？石の円柱って。あ、作れる。大理石。大理石全部使ったんだっけ。回収やっぱりめんどくせえな。まあいいや、行こう。よし、大理石も回収をしてきたので、では石の円柱を作っちゃいましょう。でこっから魔法台でデインバリア、これ何個って言ってた。8個、6個、なんかわかんねえや。すげえ、げっ、時間かかんのかよ。ってことはじゃあ城の中少し再建する。ここ何にもなってないね。何の部屋でもない今のところ。ちょっとな、食料不足だよね。どう考えても土がないんだよな。土が、農民ここ耕してくんねえかな。かかしがないから。てかミミズみたいなやつもいないしね。ここもう行かないよね。封鎖しとこうかな。落ちちゃうだけだから、これでいいや。もう二度と来ることはないだろここは。封鎖で、ちょっと待って、あ、上に取り付けろってこと。たださ、居住区を作るほどのスペース、ここら辺か。ここら辺居住区域にする。
じゃあ超邪魔だな、一気に破壊しよう。こんくらい？よし、失敗するとこれ破壊しちゃうからね。これさ、こっからこっちに王の間通じる方が良くないか。まあ、元はそういう作りだったんだろうな。今ちょっと臨時的なあれなんで、ちょっと待ってね。ここしまった、やっちまったこれよこれこれをやってしまうんだよな。よし、これで大丈夫でしょ、とりあえずね。で、じゃあここはここでちょっと部屋を別に区切っておこう。で、そこからちょっと王様のあるところを移していきたいんだけど、それは後でやろう、裏方でやろう。デインバリアをまずは、でかデインバリアを置く。ちょっと待って、全然場所が違うんだけど。あ、デインバリアが外に行ってしまった。おお、なるほどね。え、ここにやる意味あるしかも置けねえんだけど。あ、これであれか、ジジジジジってなるのか。あと2つどこですか。ここか。え、あと1つは、あれ、なった。まあ、いいか。デインバリアを作った、素晴らしい。近づく魔物を弾き返す力がある。首狩り族にも有効。2本を1組にしてまっすぐ並べる。ハーゴン軍の戦いをさらに続けていける。この気配、モンスター来た。一応ちょデインバリアの威力を見よう。すげえ、やばくねレベルが上がったあ、鋼の盾作ってねえや、そういえば。あ、スタミナが上がった、ようやくだな。だけか、ジャンプ力超高え首狩り族。ただし、げ、侵入してきそう。てかさ、中からさ、やっぱりさ、攻撃ができるさ、こいつジャンプしてるからさ、あんまり罠に引っかかんないんだよね。待って待って待って、誰、次王様は。だっていつもの通りでしょ。ちょっと鋼の盾作ろう、忘れないうちに。で、装備。おお、魔物を倒してくれた。あ、デインバリアの力ね。代々魔力が強いムーンブルク王家のわしだからこそ考案できた兵器。強打にものづくりが禁止され、何でも封印してきた特別な兵器。ビルダーなら形にできる。実際に敵を倒すのは俺たちだ。頼りすぎるのもどうかと思う。寝よっかじゃがいもがそろそろ欲しい。てか普通に畑が欲しい。あ、あいつがなってんね。ちょっとこれ回収するでしょ。50個か。まあまあ、それなりの数にはなってきた。
食料不足だよな、断然食料不足。ここ、小麦の種かなんか植えるか。最大ヒットポイント5上昇。あれ、小麦の種って持ってなかったっけ。あった。これをじゃあ一番端は小麦にしとこう。4個。土じゃないからね、下が耕せないんだよな。あ、かかしここにあるのか。土の回収が結構急務だな。食い物的にはベイクドポテトがあと4つしかない。あれ、どこ行った。 あ、 あった。じゃがいも自体はそれなりの数になってきたね。ちょっとじゃあこいつに話すか。陣地内の設備は整った。城門を作ればムーンブリック城の再建が完了。城門を作るのは大変だろう。みんなのものづくり力を高めてほしい。かつての仲間も戻ってくるだろうと。足りる？ほい。全然足りないんですけど。でもまあ、こいつらがなんか言ってきてるね。ありがたい言葉。食料の確保。そうだね。レンガキッチン、収納箱、井戸。お城のキッチン。あ、入れておいたって。あ、違う違う、一つずつ置いたか。なんだ。いや、まあ確かにキッチンも必要だけどさ、食材が必要なのよ。最近また物がなくなる。私が隠しておいたジャガイモも何者かに。例のスパイの仕業。戦いはこれから激しくなる。救急セット。あ、確かに救急セットと、木箱、椅子一つずつ。救急セットを作っ、救急キットか。救急キットで救急セットを作るってことね。ガラス、雪どけを、雪をどけて探してみようと。砂ね。はいはいはい。砂が何個あるかだな。ちょっと今大量生産しちゃってるからな。あ、ここが空いてるわ。砂1個もねえわ。というわけで、じゃあちょっと砂を確保してから次回やっていきたいと思いますので、今回はこれで経験値が溜まっていく。これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。